はい、はい、見ていきましょう。月光が VS リンク。月光が VS リンク。このカードは見たことないな。これは、はい、僕もないですイメージで語りました。そもそも関東にいる月光がって、まあ、レアぐらいしかいないんですけど、はい、レアはまあローカル大会そんなに来ないので、あんまり T と戦ってるシーンはそんなに見ないですよね。月光が使いはいるんですけど、勝ち進んでる月光がまあレアが一番。うまい。先週行われました TSC ですね、仙台市内で行われている大会、そちらの方で優勝していますので、横京対空。おいしい。これ撃墜ですね。ブーメラン回転切り確定しましたね。変更どちらにしてもですね、っていった感じですか。やはり今作のブーメランは夢の技ですね。さ、月光が地上からどんどん攻めていきたいファイターなのにかかわらず、リンクは地上を飛び道具で制圧し空中から攻めていくファイター。ああっと打ってきた。こういう撃墜がちゃんと通せれば月光側はかなりいけそうにも見えますが、実際この立ち回りの差し合いはリンク側に分があると見て間違いないでしょう。1ストック目を見る限りはその通りですね。飛び道具、水手裏剣も十分機能しているようには見えますが、飛び道具戦という観点だとどうでしょうね。飛び道具戦、水手裏剣を打つことによって、はい、一応あの飛び道具防げると見せかけてブーメランってジャンプからでも打てるんですよね。あー、なるほど。ブーメランを相手の後ろに打たれると、水手裏剣と打ってるタイミングでブーメラン後ろ、リンク前の構図が出来上がっちゃうんですよ。このような感じですね、はい、なるほど。ブーメランが後ろから戻ってきてれば、まあそれは状況的には結構が溢れてくる、そういうことになりますね。さ、この1回浮かした状態を下ろしたくないですね。ですね。ここでダメージどこまで取れるか。後ろ空中対空取ったが、リンクキックはあまりにも強すぎる。リンクキックかなり判定硬いんですけど、月光がキックにも勝てますね、はい、対空取っているのは T。 横京が駆け上がりに長いリーチ、下京をすくい上げるが、まだダメージ的には少し低いか。もう少し欲しいですよね、やはり。もうちょっとですね。この状態でエースマッシュで倒せません。復帰阻止に早急に持っていければまだなんとかって感じですが、はいはい、掴むのも難しいんですよね。先ほどの影打ちが当たるような状況になればいいんですが、2回目はさすがに警戒してくるでしょうねっていうのは。あとこのマッチアップかなり月光がきつい理由としては、はい、月光があってガードキャンセルからすぐ出せるコードないんですよ。あ、リンクって結構そのガードキャンセルとかブーメランジャストシールドしてから展開取りたい状況多いんですけど、それが取れないんですよね月光は。攻撃をかぶされたときに、なんか暴れて逃げるタクがない。ないんですよね。投げがつながる前に投げて、影打ち、まだ崖はい、まだ死なない。だが素晴らしい、今のルーラーですね確かにデルタ式ルーラー。ルーラーね、リンク界のルーラー、ただ感想を言うコナミな人には実況してちゃんとこれ動画残るんですからね。はい、失礼しました。いやでも今のあしか出ないですあのリンク式ルーラーね、マジで強いですよ。強いです。ルーラーよりよっぽどやってることは難しいんですけど、崖下から戻ってくる分ね、ルーラーって出現位置1点読みすれば、いや、あれランダムなんで1点読みかも。だから ランダムなんで、あのどっかに置きゃいいじゃないですか。いやそれがむずいんですよルーラー。足速かったらどれかしらいけないか無理無理です。ジャンプ復活するんだよね。ああでもなんか落ちて途中、まあいいや。オッケー。はい、まあ、リンクの下火爆発復帰難しいけど非常に優秀ですというところ。2戦目染め、やはり TSC の流れを組んでここは取りたい、勝者側で登りたい、違う、ルーザーズでもいい、勝ちたい。これリンクの強みである崖上の強さと、はい、あ、うまい、やったぞ、うまい。しかもちゃんと今斜め下に送ることをしっかりと、わお、想定しましたよ。わお、ビューティフあの実況してください、はい、いや今のはうまいな。ジャンプを失わせてから最後はカウンター。
理想的な基礎者だった。前空中飛びすぎだろ。理想的な基礎者ですね。理想的なパンチお互いに譲らない。片や芸術、片やパワー。パワーです、ザ・パワー。ブーメランしっかり飛んでよけるが、おっと今度はガード、ね、あれガード結構間に合っちゃうんですよね。ただあのガードされても音画面なしなのがいいですよね。まあそうなんですよね。リスクはないのでとりあえず一読ではあるんですが、はいはい、まあ、外した時はリスクありますけどって感じですが、確認してから打てばいい。崖上がり下京からの落として、もったいなかった。ジャックあえて止めましたね。止めましたね。もうリスクあるから、はいはい、悩みようと言った読み合いなのか、それともそこからなんかダブルアップ狙ったのか、はい、ダブルアップ狙ってくる。 NN からのダッシュへ、しっかり課題方法を確認して、これ回避しても結局ダッシュだからダッシュだって関係ないですね。ということですよね。それはあります。本当結構がねダッシュ優秀すぎて、ね、優秀本当に、まあ、他に飛ぶ技ないからいいじゃんっていう考えもあるんですけどね。あそこ結構回避してダッシュアタック当たってもいいから、ダッシュアタックの方に逃げるか、はい、それともそのままダメージ食らい続けるかって結構難しい判断なんですよね。あっあっと、これうまい。ジャンプを失わせて帰って、これですね。芸術点高いですね、さっきから。芸術点高いですか。フィギュアスケート投げ、しっかりとガンガード確認して投げを通す。横強当たれば撃墜というパーセントだが、しっかりジャンプを通して、先ほど横強何回も通されたんで、もうジャンパーがするぞと、はい、読み合いますね。読み合いが一周する瞬間、対空絶対空。このベロリンチョ、確か武器判定だった気がする。何ベロリンチョ差し合いはどちらかが制せば試合が動くが、リンクが制した場合はストックが割れてしまう。白側吹っ飛びが弱い。うまい、上げ打ち要所で使ってきますね。ねえ、復帰そしそし陰打ち。ガードを少しずつ削れていく月光外へのプレッシャー。ただリンクとしてはもうダメージすら食らいたくない。うまい、飛びを確認して上京体育。うまい、さすがにですね。ちょっと大ジャンプからの攻めが増えてきたところをしっかりと差し返していきましたが、あ、そんな感じでしたね。ダウンの意味合いは負けてしまいましたね。ジャンプを見ていた感はかなり感じた。 94% リンクの無限のパワー見せられるかどうか、それとも月光がしっかりとこの差を維持するか。 N、 ああやだよ、生きて帰ってくるが、大丈夫。リンクが空中ニュートラルを増えた時はこれは乗っている証拠。キックキックキック、これはうわキックキックが迫ってくる。危ない、リンクキック、あまりにもギリギリ。次の読み合いが勝負の決めどころか。うますぎるこの男ジャック1にウエビーですか。嘘今ジャック1回しか打ってなかったよ。マジ反応速度異常だこの男。何か動いた瞬間確信を持ってウエビーをしましたもんね。いやはや、これは拍手ものですね。素晴らしい。多分今あれですね、スーパーカービィデラックス刹那の右だったら全1でしたね今。これは僕でも勝てないですね。何自信がある、ね、ちょっと刹那の右得意みたいに言ってくるこれリプレイ見えるじゃないですか。多分来ます来ます来ます。これがあって弱1、ほらこれ多分かくってんじゃないですか。かいや、うん、2はさすがにかくってない。あ、まあまあまあ2したらそうですけど、止め1で飛べるの分かったんですかね。月光がのガードも多分間に合ってないですよね。間に合わないです、ガードは。わお、素晴らしい。